県志田城は、熊本県に存在した、中世の山城。熊本県下間気郡三里町の尾根筋、標高256メートルに位置する。集落からの飛行は、約160メートルで、最高所に平坦地があり、東半分は、作兵されている。南西及び、北西の集落に伸びる尾根には、計3条の掘り切りが設けられた。 阿蘇これ長は、弟の阿蘇信豊に敗れて、本郷を失い、おもんみ町の子、おもんみ前は、大英三年に、東城に入った。おもんみ前は、相良氏と結んでいたが、天文十二年に落城し、東城はおもんみ豊か方の支配下となった。天正十年に、島津氏が、八代城まで進出した後は、阿蘇領の最前線となる。しかし、阿蘇領は、 一宮の診療であることから、島津義久は、攻撃をためらい、くじ引きを行うことで、神に攻撃しても良いかどうかを問うた。天正11年10月5日、くじ引きによって攻撃が決定される。だが、再び診療への攻撃に疑念を感じた、島津義久が、10月17日、薩摩軍山寺にて二度目の診療を占う。すると白く字が出たので、 攻撃を中止。このため島津市は、おえの城として、花の山城を築き、戦線は膠着した。天正13年に海親家が死ぬと、海の死にへは、花の山城を攻め、合戦が再開された。同年に、東城は攻め落とされて、島津市の万丈となり、豊臣秀吉による、九州勢伐から、肥後国人一揆の間に廃城となったとされる。 ありがとうございます。